今日の一問一答ですね。介護支援分野。地域支援事業という単元になります。介護予防日常生活支援相互事業について、次の記述は正しいか誤りか答えを。問題。市町村の事業であり、委託することはできない。市町村の事業であり、委託することはできない。というふうにありますが、これは誤りになります。 介護予防日常生活支援総合事業っていうものはですね、これは一般介護予防事業っていうものと、介護予防生活支援サービス事業というものがあるわけなんですけれども、まあ、ここでは例えとしてですね、介護予防生活支援サービス事業というですね、こっちの事業をもとに話していきたいなというふうに思いますが、この介護予防生活支援サービス事業というのは、要支援要介護状態に近い高齢者さんですね。 基本チェックリストなんかに該当するような方とそれから養成認定を受けている一部の方ですねこういった人たちを対象にケアマネジメントをしそしてそのケアプランに基づいてですね介護予防サービスを提供しまた生活支援サービスを提供するという、まあ、そういうような事業になるわけなんですけど、まあ、細かく言うと第1号介護予防支援事業第1号訪問事業第1号通所事業 そして第1号生活支援事業こういうよういよなものを提供すするるもののにななわけなんですねでこ実施主,主体というのはいろんな人たちが想定されているわけなんですがまずはまあ実施義務があるのはまあ市町村ですよね保険者であるところの市町村になるわけですけれどもこれは委託もできるようになっていますま NPO 法人とか民間事業者とかいろんなそういうような提供主体というのがサービス提供できるような人たちというのがいますのでまあそういうところにあの業務委託ですねすることもありますし。 またですね、指定事業者っていうのがいますよね。訪問会合とか。 通所介護というふうふにですね保険給付事業の方で指定をもらっている指定事業者がいますよねこういうような指定事業者というのもこの本来だったら保険給付事業の中でですねサービス提供するというのが本文にはなるわけなんですけれどもですけどこの地域支援事業の中の総合事業にあたるですね第一号訪問事業や第一号通所事業というものもですねこれはサービス提供できると。 保険給付事業ではないんですけれども、ですけどまあ地域支援事業の中にあるんですけど、まあサービス提供できますよというふうになっているわけなんですね。ですからそういうようなまあ、保険給付事業において指定をもらっている指定事業者、こういったところもサービス提供することができますし、またですね。 ボランティアさんですねあるいは地域住民こういうような人たちっていうのもこの地域支援事業においてはですねサービス提供できるというふうになっているわけですねですから、まあ、例えば第1号訪問事業というものを見た時にもですねあの保険給付事業の訪問介護っていうのはこれ指定をもらっている指定事業者しかサービス提供できないですよねですけれども、まあ、似たようなサービスにはなりますけどこの地域支援事業の総合事業の中にある第1号訪問事業というのは市町村も実施できるできますし ししようと思えばです、ね、ですすねそれから委託事業者っていうのもできますし、まあ、正規指定をもらっている指定事業者っていうのもできますしそれからボランティアや地域住民といったですねまあインフォーマルの人たちですねこういうような人たちもできるということで、まあ、非常にですね提供したいというのは幅広く想定されているというふうに見ることができるわけですね。まあ、それから総合事業の中の一つですねあの第1号介護予防支援事業というのがありますが。 これはあのケアマネジメント事業になるわけですね。幼稚園・養介護状態に近い高齢者さんであるとかあるいは幼稚園認定を受けている一部の人に対してケアマネジメントを行うという事業これが第一号介護予防支援事業となるわけですけどこれも市町村自身がですねやるんではなくて、えー、これは地域包括支援センターに委託しているわけなんですね。ですからこれは地域包括支援センターがやるというふうになっているわけですけどやっぱりここも委託ということが行われているわけですね。ですから総合事業に関して言うと委託はできると。 市町村自身が実施することもありますけれども委託はできるとでむしろ委託しているところがやっていることの方が多いということですね、まあ、そういうふうに理解しておくといいかなというふうに思いますということで総合事業について問うている今日の問題ですが市町村の事業であり委託することはできないというふうにありますがこれは誤りということになります今日の一問一答の解説は以上です